どうも皆さんこんにちは、ワッキーです。さあ、今ですね、金町駅の方にやってきまして、今日紹介するお店、久々かな、二郎系ラーメンのお店でございます。まあ、いくつかポイントがありまして、太麺と細麺選べるという、細麺の二郎系のお店って多分自分人生初めてなんですよ。でもう一つが、無料トッピングで玉ねぎつけれるんですよね。であとはね、もう10年以上続いてるんですよ。今二郎インスパイアのお店めちゃめちゃ数あると思うんですけど、10年以上続いてるお店って結構一握りなんじゃないかなと思うんですよね。であとは味噌ラーメンもあるんですよ。二郎系の味噌っていうのも結構珍しいのかなと。そしてお店到着でございます。大麺まる子さん。で店前にね、看板あるんですけども、ここにあるでしょ、玉ねぎ、これ無料トッピングでついてるの嬉しいですよね。であとね、ごうめんまる子さん、ネットの口コミだと、この野菜ね、増しにするとね、結構な量盛られるそうです。であとさっき話した味噌ラーメンね、コク増し特製濃厚スープ、美味しさアップの自家製麺と。でごうめんまる子さん、食券制でございまして、結構ありますよね、種類が。で麺の量をかなり少なくしたね、特小ラーメン、グラムはねちょっと後で店員さんに聞いてみようかなと思うんですけど、でさっき話した味で言ってなかったのが、長岡生姜醤油もありましたね。これもね、いろんな二郎インスパイのお店あるけど、これ初めて見たかな。でさらにですよ、下ずっと行くと冷やしがあるという、ネットの情報だとなんか最近始めたみたいですね。もうね10月に入るぐらいなんですけど。でご飯物と、豚飯でチャーシューがね1枚120円から増しができます。で味玉に、生卵、チーズ、お酒も飲めますと。ちなみにちょっとね飛ばしちゃったんだけど、このネギ2種のトッピング、これもね結構珍しいんじゃないかなと。でも白と青だと思うんだけど。でデジタルスタンプカードっていうのがあって、これをね登録すると初回なんと1杯500円でラーメンが食べられると。これはめちゃめちゃお得っす。まあ、とりあえずあの初見なのでね、普通にラーメンでいきたいと思います。であと今日ね、一人連れがいまして、バレンスバーと食べます。混ぜそば、はい、混ぜそばね。ちょっとね、2つの絵を撮りたいなと。すみません、お願いします。じゃあの細麺で。細麺で、はい、麺の量は普通ですか。あ、はい、普通で。トッピングどうしましょう。あ、これ最初に。そうです。あ、ニンニク増し、はい、あとは玉ねぎ。玉ねぎ、はい、太麺で。太麺、はい、太麺で。麺を普通でいきます。はい、はい、トッピングどうしましょう。ニンニク増し、はい、濃いめ、濃いめ、はい、玉ねぎ、はい。ちなみにあのごうめんまる子さん、無料で麺の増量ができるらしくて、ラーメンは 200g なんですけど、麺増量ってすると300に増やせると。他の店もやってないよね。聞いたことないですよちなみに無料トッピングの内容はこんな感じですね。ニンニク、野菜、油、辛め、玉ねぎ、全部で5つ。寸胴はね2つですね。あ、メインのスープかな。麺は太麺、細麺で茹で時間変わるんですか。変わらないですね。あ、変わらないですね。ただラーメンと混ぜそばだと変わります。あ、そうですか。状態によってやっぱ若干時間帯もずれるんで、
ということで、ごうめんまるこさんの、ラーメンでございます、ね、麺が細麺で、まあ普通だとね、野菜の盛りは、まあ、こんな感じですけども、背脂もね、いい感じだし、あとね、豚がでかい。これもめちゃめちゃ楽しみです。で、こっちが混ぜそばね。結構具だくさんだね。かなり具が多いですね。すごいな。うわ、うまそうだな、これ。いただきます。ああ、思ってた以上にめちゃめちゃさっぱりしてる。これ会員できるかもしれない。これ前食べたんだよね。前、前食べたんだよ。めちゃめちゃすっきりしてる。めっちゃさっぱりしてる。さっぱりというか、すっきりというか、うん、醤油のキレもあるし、豚の旨味混ぜるところをね。麺暴れてるじゃん。おお。これ麺量も普通だよね。これ麺量普通です、うん、これもだって無料で増やせんだもんね。麺を 100g 無料で増やせる店ってほとんどないんじゃないかな。どうだろう。まあ自家製麺だからできることなのかもしれないですけど、スープね、こっち見たらちょっと油の膜張ってるんで、輸入化スープですかね。うん、玉ねぎが無料で入ってるよね。これも嬉しいよね。そして注目の細麺です。ほら、先入観がある人は違和感があるよね。めちゃめちゃ斬新です。うん、うわマジでうめえ細麺。うわマジか。ちょっとこれ俺の中では事件だね。普通のお店の、ね、細麺よりは太いんだけど、めちゃめちゃ合いますね、このスープとも。背脂たっぷりのった野菜を、ちょっと、背脂めちゃくちゃ甘い。この玉ねぎ、タイミングとか時間帯によっては麺の打ち立てが食べられる時がある。それはもう何時ってはわかんないですよね。もうタイミングですよね。いや、これね、あの二郎系の、ね、好きな方はね、細麺行ってほしいですね。新しい世界が見えてきますよ。うん、うわー、これスープなんでこんな美味しいの。野菜はもうクタとかじゃなくて本当にシャキシャキで、これ豚やばいっすよこれ。ちょっとほら見てこれ、ほら、ちょっとこれ大きさ伝わるかな。今箸で持っててもね、結構指が痛いぐらい。これすっげえボリューミーですよ。うわ、めちゃめちゃホロホロ。うわ、うん、お、それ食べたとこすいません。これ断面すごいでしょ。まあ、ただこれはまあ日によってね、あのお客さんの入り具合とか、この回転とかにね、よって味わいがね、多少違ったりはするとは思うんですけど、豚がうまい。うーわ、うまっ。チャーシューは細かくしてくださいって言えば、そうそう、要望にも応えてくれます。ああ、女性の方が嬉しいかもしれないですね。うん、スープうますぎて、スープばっかり減ってんだけど。こんなことありますよ。なんか麺がうまい。玉ねぎ好きな方はね、玉ねぎもトッピングした方がいいですね。玉ねぎのなんか甘みとかも楽しめるんで、ここでちょっともうニンニクをねいっちゃいましょう。こっからまたね、楽しさが待ってますよ。この量だったら俺麺増量でもいけたかもしれない。これ200だから。うん、ニンニクが、うん、これ冗談抜きで40代の人も全然いけます。細麺でお願いします。これニンニクマシにしててよかった。うん、さっきあの調理取らせてもらったけどさ、めちゃめちゃ早くてさ、追えなかったもん、あんまり。早すぎて。うわ、うめえ。うん、二郎インスパイの店でさ、
こんなスープが先になくなることってある聞いたことないです。でもこんだけスープが美味しいとちょっと味噌気になってんだよね。でネットの口コミだと味噌もうまいらしいんだよね。ごめんマリコさん、2回目来ないとダメだこれ。俺太麺食べたいの。で、細麺食べたことないんだっけ。細麺ないんです。あ、そっか。じゃあ2回目だね。はい。やっと2時過ぎちゃうと、もうマシマシはできない。できないです。マシマシだともう、あれですか、別皿ですか。野菜マシマシですと、この丼になるんですか。この丼になります。うわ、でこれちょっと伝わるかな。めちゃめちゃでかいんだけど、これほら、すり鉢ぐらい。これ分かります、この違い。これ簡易できちゃうんですけど、もうこれだけしかないんですけど、これでやめときます。じゃ体のこともありますので。ごちそうさまでした。やばいぐらいうまかったな。あとこの間ラーメン屋多いですよね。なんか多いよね、ラーメン。さっきちょこっと回ってたんだけど、はい、なんかラーメン屋ばっかりあって。そうなんですよ。2013年ですもんね、オープンされたの。結構もう本当老舗ですよね。もうでも なんだかんだみんな挨拶来るもんね。あ、挨拶来るんですか。あの近くでラーメン屋始められる方がいきなり名刺くれて。それあれなんじゃないですか、やっぱり敵に回したくないから。金町って結構なんだろう、ちょっと下町っぽい、まあ、そう昔がもうつきましたけど、こういうエリアでもう10年以上続いてるラーメン屋だとやっぱり皆さん挨拶来るんじゃないですかね。俺は行けないんですけど。